こんにちは。覆面 YouTuber、タカさん。お疲れ様です。42話はね、3編にわたっての大長編だったと思います。3部作ということでご覧いただけた方も多いんではないかなと思います。私の方もしっかりと拝見させていただきました。まあ、あの、スライド動画っていうのは動画を見ながら楽しむこともできれば、やっぱりこう、音声だけ聞いて勉強することもできるっていうのがね、えー、大きな あポイントだと思います、まあ、特に耳学問と言いまして人は見るよりも聞くことによって学ぶことの方が大きいんでですね視覚に訴えずにその聴覚に訴えかける学びっていうのは、まあ、かなりね人の心に影響を与えるんではなかろうかと思いますじゃあねまずはねこの影響を与えるっていうところから今回はお話しさせていただくと思いますけども人って考えたり感じたりしますよねでもほとんどの場合考えてもいないし 感じててもいないっていなっうところから話しし始めましょうというのはね考えてもいないし感じてもいないんだったら何なのってことなんですよ。それはねただ単に影響を受けているだけっていうことが多いんですよ。で人って他人の意見とか他人の目線って気になるじゃないですか。でも他人って無数に出てくるんですよ。それこそ目の前にいる23人の他人のことを気にしてその人の意向に沿うように自分を作り変えたからといって。 次の5人、10人が出てきたら、また別の他人の意見があるんですよね。で、それが無限に続くんで、一体、誰なのってことなんですよ。他人は。これね、ただ単に影響を受けてるだけなんですよ。でも、考えたり感じたりすることっていうのは、まさにね、難しいんですけども、他者が必要ないんですよね。考えるのに他者はいらないんですよ。他の人の意見はいらないんですよ。むしろ、考えることって、他の人が存在していないのに、 自分が別の人格に慣れ変わって自分を評価することなんですよね。そして感じることはどういうことかっていうと、考えることを無数に重ねた後で感じるってものが自然に出てくるんですよね。この自然に出てくるレベルまで考えるってことをほとんどの人はできないし、そもそも考えていないんですよ。影響を受けてるだけでね。だから人の意見を聞いて、その意見にまずはその通りにやってみるってことが起きちゃうんですけども、でも自分でない人の考え、 とか意見がなななんんでで自分のの人生に当ててはまるとと思うのかなってことなんですよそれをね自分を客観視すするるっていうね考え方もあるんですよこれも影響を受けちゃうんですけども客観的って何でしょうね自分以外の意見だったらその意見が1人から発せられたものでも100人から発せられたものでも10万人から発せられたものでも同じように客観的な意見なんでしょうかさあ客観視ってのは客観的に自分を見てくれる人が何人必要なんでしょうかねっていうことを 考えると、まさに考えるとこれ客観的って永遠に行き着かないんですよね。目の前の人一人に考えを聞いたところでそれはその人個人の主観的な意見なんですよだから客観的ってとこまではどこまでもいかないんですよつまりは客観的な考えほど当てにならないものはないかなっていうふうに考えることもできるんですよねそして感じ方なんですけどもまさにね感じるっていうのは他人の目線を感じるとかね空気を感じるとかって 雰囲気気を感じるるってて言いいますすすすけども、もも存在ししななののにに対してものすごく気にすることなんですよ、うん。だからねこの考えるとか感じるって軽々に人は言いますけども言ってしまうがために影響を受けてることただ単に影響を受けてるってことに気づきにくいんですよねでここで言う影響ってのはもうシンプルに悪影響です。うん、だからねあんまりいい影響って人は受けてないんですよね 多くのの人が集まってて意見を交わしているディベート何と,とかコミュニティってあるでしょ一貫しても時間の問題はコミュニティって言いますけども人と人が話し合ってそこで意見を取り交わして論争を起こしていたりとか誰かが誰かの悩みに答えてるところって実はね悪影響を受けてるだけで何の役にも立たないんですよ、うん、でもそこから多くの人は抜け出せないんですよもう娯楽になってるのにそれが何がしかの学びや勉強になってるっていうふうに勘違いをするんですよね いやなんか気の毒だなと思いますよ。これね、時間の無駄と,とともに脳がそのレベルに汚染されてるってことなんですよね。何もいいことはないんですよ。うんだからね、もしもしですよ、どうしても人の悩みのコミュニティに行きたいなら、自分よりも賢い人の中に入った方がいいと思うんですけども、大体いいね、人の悩みって自分より低いレベルの話がこうとっても楽しいんですよね。でそれが 愉快だったりとか娯楽だだったりすするんですよだからそこから抜け出せないんですけども賢い人の悩みに自分が頭を突っ込んでいって何でそういう思考になったのかなってことをまさにね考えてみるとどこまで行っても理解不能なんですよだから考えることが繰り返されていってついには感じるところまで行くんですよねアインシュタインやソクラテスのように何百年経っても何千年経っても人々の記憶に残ってる人って言いますまあその人のね 考え方っていうのに私たちはたどり着かないような気がしますけども実はね考え続けるとたどり着いてある一点に集約されるんですよまあそれはまあ無ということなんでしょうね <laughs> 無ということどういうことやってことなんですけどまさにこの無ということはね考えてくださいって話なんですよ私はその答えに何度もたどり着いているんですがそのために違う答えが出てきますつまり一回答えが出たとその答えを含めて考えるとまた別の答えが出てくる っていうことでまあ追っかければその分ね遠ざかっていってキリがないっていうことだからその感じたことを元にさまざまなキーワードについて分解してお話しすると例えばね一人家族っていう考え方って多分行き着く人ってあんまりないと思うんですよ。家族っていうのはやっぱり自分がいてお父さんやお母さんがいて子供がいてみたいに感じますけどもじゃあたった一人の人って家族を失ったというのかってことなんですよね。 独居老人っているじゃないですか。一人ぼっちで暮らしている方。この人って家族っていなかったんですかねね、どっかで家族はいましたよね。家族がいて、たまたま今、生きていないだけなんですよ。でももしかして、独居老人でも、心の中で自分のお父さんやお母さん、幼い頃の友人に語りかけて対話をしているとしたら、これは一人で寂しいことなんですかねむしろ、一人でいるのは寂しいというふうなね。 そういう概念を植えつけてしまって悪影響を受けた人は本当にあっ自分一人になっちゃった寂しいんだっていうふうに後認識するかもしれないですよでも一人になった時にもう無数に無限に多くの人と対話をできる時間が持てたなと人付き合いももういらないし自分の心はあの世に旅立ってねもう先に行ってしまった人と常につながっているだから今度はいつこの肉体もそちらの方に召されるのかなっていうふうにもしかしたら 楽ししみに待ってるかもしれないんですよ。ね、そして死ぬ間際に死の間際ですよこんなことを言った人がいますいやーやっとこの世の中からおさらばできるわと <laughs> 喜びとともにね食べてやっていくっていうねそういう変わった言いもあるんですけどももしかしたらこの言葉が全てを言い表しているのかもしれませんねこの不自由な世の中愛する人は先に旅立ちどうでもいい人が無数にこの世の中に残っていると。そしてそのどうでもいい人と何歩か付き合っていかないといけないね 電気代の請求に来ました。別にそんな人に来てほしくないけども、自分で使った電気代の料金払わないといけない。そうすると、お金を回収する人がやってくると。この人別に好きじゃないけども、なんか月に一回来るよねっていうね。そういう人とも別れることができるってことなんですよね。<laughs> はい、なんか身も蓋もないようなスタートだったと思いますけども、YouTube のね、能力についてちょっと話を移していきましょう。あの、旭川事件のことにつきまして、この問題が風化することなく、 どん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 その輪郭を増していってそして教育長の辞任その他あ中山校長がああ中山教頭がですねダブル教頭みたいな形になってそして担任の先生は健康上の理由で、えー、今療養しているというところで学校にも出てきてないというところでねまあいわゆるこの追い込む状態を作ったのは YouTuber なんですよでもねこの追い込む状態を作らなければ教育現場の改革はありませんでなぜか 子供たちは学校に行くと死亡率が高まるんですよ。ね。学校の管理が行き届けでないがためにいじめが起きたりとかね、しますし、まあ、ひどい時にはね、最近は先生が生徒を先導していじめてたみたいなこともあったりするわけですよ。うん。だから先生も人間だからっていうふうな枕言葉をつければ何でも許されると思ったら大間違いで、先生はね、公人ですから人間であることを捨てなければならないところがあります。機械のように、公のように対処しなければならないところがある。で、 先生も人間だからって言うんだったらねまさに事件が起きた時ぐらい人間味を取り戻して自分の立場やね恥や外文をかなぐり捨ててどこに問題があったのかどこに責任があったのかそして自分はどのようにそこに対処すればいいのかってことを感情で物言ってほしいんですけどねでも非常に残念なことだと思います申し訳ありませんでしたとね夜店の水飲み鳥のようにね頭を下げるばかりで、えー、あとは頭を低くしていればどうせ人は忘れるよとどうせ他人事だろうみんな っていうふうに思うんですよ。そう。まさに他人事なんですよね。人は自分の生活費を稼ぐことに忙しくって、自分の悩みに忙しくって、自分の悪影響を受けてるコミュニティが忙しくって、他人のことにかかっている時間がない、他人の生命を大切にする時間なんてないわけですよ。でも、YouTube はどうでしょうか。もうすでに自分の暮らしを成り立たせていて、そして YouTube で発信することによって収入が得れるとなれば、重大な事件に対して人が関心を失わないように、 放送を続けていればその放送を続けるそして暮らしを続けるための収入が入るわけですよだから YouTuber は全ての世界に対して有能な能力を使っていけるというね素晴らしい職業だと思います、はい、ここでですね YouTuber ではなくって VTuber の話をちょっとだけさせていただきます最近はね顔出しをしない VTuber さんっていうのがいらっしゃるんですよでその VTuber さんの私はねあるトップ YouTuber のね悩みを聞くことがありました まあこういう風な有名な人でも私みたいな人間に打ち明けるんだなと思ったんですけどもそれがまさにね高いレベルのところにいる悩みに首を突っ込めっていうところに反応してくれて私のところに来てくれたんですよそうすると私はトップ YouTuber として収入はこれこらですとファンの数はこれこらいありますとでちょっとライブをするといわゆる投げ銭がねどんどん来ますと本当にありがたいことなんだけども私が作った架空の私という VTuber に対してのファンなんですと 私自身のことは全く理解されてません。自分は自分と違った面要するに自分にコンプレックスを抱えているところを隠してこうであったらいいなっていうふうなイメージを作ってそれに基づいて別のキャラクターとして放送するといや何々さんの考え方って本当に勉強になりますって言われるために心がすごく傷つくそうなんですよ作り上げた自分の姿がすごくファンを作って魅力をたくさん発信しているのにそもそもの自分はそれとは真反対の方に行っている だから多分多くの人は私でない巨像に対していろんな思いを込めてくれるけども私自身じゃないそういったキャラクターには魅力を感じるでも私自身はどん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 小さくなっていってもうねこの活動するのがねもう苦しいと放送が終わったらホッとするんだけども数秒後にまた次の放送があるわと思ってそれこそね毎日のように生きていることが嫌になるそうなんですよ。その生きててることが嫌になって もう自己否定の連続の自分に対してファンが継ぐ。これは何なんだろうかと。ファンの人は投げ銭をたくさんくれるけども、みんな見る目がない、バカな人たちだねってことなんですよね。バカな人たちに支えられてる私と。私もいい加減、バカな人間だなと。で、落ち込むことばかりなんですけどね。でも、演じてる姿はやっぱり一流なんですよ。で、それを考えるとね、あこの人も、申し訳ないけども、悪影響を与えてる人間なんだなと思うわけですよ。そこににいいない人に いるるかかののように思わわせててて多くく人ををらかしてお金を集めているわけなんですよね。でもそれは言ってみれば、えー、と俳優や女優がです、ね、存在しない人を演じてその人にファンってものをつけてるのと同じ状況なんでそんなにまあ落ち込むことはないんじゃないかなと思いましたけどもでもねこの人は自分が悪影響を与えている。 人に考えさせたり感じさせていることではなくてそう錯覚させてるってことに自覚ができるだけやっぱ賢い人だなと思いますよね。うん。だから売れない人には分からない悩みですよね。それからたまたま売れちゃってる人にも分からないことだと思うんですよ。いい面ばかりを見て自分が掴んだものばかりを見て失ったもの。例えば掴んだものが10でも失ったものが1000あったら割に合わないわけですよね。でも10掴んだっていう高骨感に失ったものに全く気づいてないわけですよ。 で、この VTuber さんは自分の失ったものがもう日々たくさんあることに気づいてこんなことをやるべきではなかったというふうに深く反省してるわけですよねで私のように顔出しをしてもうなんか一見無駄かと思われるようなことでもちゃんと再生数がわずかでも上がっていることにものすごく憧れを感じてくれてるらしいんですよいやーまあ何かねものの見方というか考え方というか感じ方っていうのはここまで来ると本当に。 神の領域だなと思いますよね。ほとんどの人はだから、こうやって考えることは感じることがないんですよ。VTuber さんが実はどんな暮らしを送って、どんな苦しみを持ってるのかってことを全く考えたり感じたりはしませんし、想像もしないです。その必要もないですしね。つまりは影響を受けてるだけで、ぽーっと生きてるということになるのかなと思えば、ちょっと強引な考え方かもしれませんけどもね。でも実際に考える人ってのはほとんどいないですし、感じれる人ってのはほとんどいないです。そう錯覚する影響を受けてるだけの、 愚かな群衆がそこにあるっていうのが正直なところなんじゃないかなと思いますよねえそして YouTube の話にちょっと戻りますけども YouTube っていうのはねすでに全ての世界をカバーしてるんですよあの警察と同じような捜査能力を持って旭川事件を風化させないようにそして真実にどんどん近づいているってことそしてリアルな世界にあるものは全てもう YouTube 化されていてですね YouTube になっていないものっていうのはもうほとんどないんじゃないかなと思いますももししそそういういのののがあるとしたらその穴っていうのはすぐに 別のユーチューバーさんが埋めてしまうんで結局 youtube で検索できないものはないですし google で検索できないものはないわけなんですよねでリアルの世界ではまだ インターネットの世界に上っていないものが次々と生まれてますけども次々とやっぱりそういうところもカバーしてされていくわけですよというのが発想を持った人が発信をするからなんですよね発想を持つだけ行動しただけで発信しない人もまだいますけどもそういう人に関しましてはそれを放送しましょう発信しましょう,ってうとが次から次へと現れてきて YouTube の世界っていうのはこの地球上の全ての物事をカバーするんではなかろうかと思いますでカバーしてないものがいるとしたらもうすでにねそれは貴重な誰も興味を持たないというね奇跡のような存在そういったセンテンスがある だだけだと思うんですよどうですかね私も探すんですよ。もう再生数ゼロの YouTube とかね、YouTube の動画とかね、それからチャンネル登録ゼロの YouTuber さんっていうのは探しても探しても,してもなかなか見つからないんですよね。<laughs> そして見つけたと思っても次の瞬間もうゼロではなくなっているということ、そしてその原因を作っているのが自分自身であるっていうこの矛盾にもなかなか面白いものを感じるところがあります。うん、うん。じゃあちょっと YouTube の話から離れて、一人で在宅で仕事をする上で、 どこでけじめをつけていかなければならないのか、どういったところを切り分けていかないのかっていう点に移りましょう。すごくシンプルに言って、寝るところがベッドですかっていうところですね。食べるところは食卓ですかっていうことね。うん、そういうことがあります。あの、例えばね、疲れたから YouTube 活動とかインターネット活動しながら、なんか椅子で寝ちゃいましたとかね、いわゆる寝落ちしましたとかね。それから、あどっか、あなんかソファーに、 身を投げ出したら寝ちゃいました。これが状態化するっていうのは非常に仕事と人生の区別がつかないようになっちゃってるんですよね。まあいわゆるオンとオフっていうのは絶対必要ないと思いますけども、でもだからこそ仕事でいる自分と仕事じゃない自分とっていうのは肉体を切り分けていかないといけないのかなと思うんですよ。これもうちょっと話すとね、意味が分かってきます。今度は食べるって話です。食卓でいただきますと言って食べる人もいれば、パソコンの机でそのまんまなんかね、弁当みたいなのをいただきますも言わずに込んだりとかしてそしてそのゴミを お台所にて洗うこともなくゴミ箱にシュートする人がいます。ね。こういうふうに生活にけじめがつかなくなっていくる人。じゃあけじめってつける必要があるのかどうかってことですけども、じゃあ次の例を出しましょう。公衆便所でセックスをします。どうですかこれ。ね。トイレはセックスをするとこですかそんなとこでセックスした人いますか要するに、どこでもここでも寝ちゃう人。そして、作業机、パソコンの上で弁当を食う人。 こういうのは全くそれと同じなんですよ。だからね、余裕をちゃんと持っていきましょうってことなんですよ。メリハリをつけるって意味です。オンとオフじゃないですよ。メリハリです。それは客観的に見ても、この人は仕事をしている状態なのか、そうじゃないのかってことが分かりやすいってことなんですよね。で、仕事も別のことも一緒くたにしちゃうところに、いい仕事は生まれないわけですよ。やっぱ職場ってものを私たちは設定することがないですけども、だからこそもっと難しいんですよ。出勤すれば、どう考えても仕事モードになってきます。 おおいおい、い職場に来るなって言ったろってて言たろうね、昔のドラマではあの奥さんにあの旦那さんが言ったもんですけどもだって自宅にいるわけですよ自宅ってのは家族にとってみたら家族が過ごす場所なんですよまさにそこに仕事を持ち込むなんてのはとんでもない話なんですけども仕事をやってる人は偉そうにねおい仕事やってんだからよみたいなことになっちゃうわけですよどっちかっていうと在宅で仕事をしてる人は家族が自分の仕事の場所に絡んでくることを迷惑に感じるわけですよ分かってねえやと思うわけでしょいや分かってないのはおめえだよと 家で仕事してんじゃねえよっていうのがまともなものの見方だしそうあるべきなんですよねだから本当にね仕事場っていうのは自宅にいてもちゃんと設定してあ,あのドアを開けてパタンとお父さんが閉めたらあそこは会社なんだなっていうふうに思わせないといけないし思わなければいけないんですよねだから YouTuber としてあの活動するのは本当に自由なようなんですけどもその自由を使いこなす力量っていうのはかなりレベルが高いわけなんですよねでそれができない限り多分ねあの長続きはしないんですよ うん、長続きしないっていうのはどういうことかっていうと最初の23年はやれるでしょうでも10年というレベルではできなくなってきますそれは誰も仕事として認めてくれない特に家族が仕事をしてると認めてくれないっていう現実がそこにあるからなんですよだから撮影中はもう家族がねあ仕事が始まったシーンってなって物事を立てないみたいなねそんなレベルじゃないといけないですしもうねあの何、ー、て言うんですかね受験生を抱えたお父さんお母さんの気持ちになってみたらねあ自分の子供が受験勉強を始めたと思ったら しーってなるでしょそのぐらいのレベルできちんと分かってもらえるような関係を保っていなければなりませんつまりこれがですね考えるとか感じるってことじゃないですか悪影響を受けていればあいつが悪いこいつが悪いと何家で仕事やんだよってこっちは仕事してんだからよ同じ家だって言ってもここが自分の仕事場なんだから騒ぐなよみたいな感じでね反駁するわけなんですよね全くお互いに悪影響を与えてるだけという存在になってきます考えるるととか感じるってことが そそもそもででききるる人がが少なないいと、こういう弊害ばかりが起きるわけなんですよね。食べるところでは食べると。そして食べるところじゃない。寝るところでは寝ると。仕事をするところでは仕事をするっていうふうなメリハリがついていない限りはオンとオフっていうのを論じるまでもないことなんですよね。なぜなら人生っていうのは常にオンだからなんですよ。オフであるってことはもう死ぬ時以外はないわけですよね。だからね、このオンとオフを見せるわけじゃなくてメリとハリを見せることが非常に大事なんですよね。それが多くの方はできないし、考えたこともないわけなんですよ。 うん、でけじめをつけてね、うん、やっぱり行動することで初めて全てがスタートするわけなんですよ、うん、だってね仕事をしてるわけでしょじゃあお客様がその姿を見てあアットホームでいいねって思ってくれるのかどうかそれともお客様がねあ自分のことだけを見てくれてるなと家族を一旦こっちに置いて仕事をしてくれてるなっていうふうに思うかどっちから商品を受け取りたいですかとかどっちからサービスを受けたいですかって言ったら明らかですよね 中にはね石焼き芋を売りに来たその軽ドラッグに小さい子供が乗っていて微笑ましいねって思ってくれるようなそういう特殊な場面もありますけども通常ですね営業マンがやってきて子連れで背中にねサラリーマン金太郎みたいに寄ってきて、えー、なんか話をしたからといってその人と対等に物事を進められますかとそのぐらい人はおおらかですかってことを考えたらそうではないです他人にはシビアで自分には甘いのが人間の姿ですからだからこそ自分には厳しく他人には甘くという逆転の。 発想が私たちちにには必要ななんですすけども、大体逆になっちゃい逆っゃますよね。自分にはね、常にこう言います。いや、完璧を目指されてもねーって。完璧は目指していませんと。10%のあなたを目指してるのにそれもできていないから文句を言ってるんでしょと。何が完璧ですかって話ですよね。人間は完璧じゃありませんからって、すぐにね、二言目には出る人いますけども、誰も完璧は目指していませんよと。 あなたの出来栄えは10%あれば十分なのに10%にもなってないから頭が痛いんですよって話なんですけどねこれもだから考えたり感じたりすればこういうふうな愚かなやり取りってのはないはずなんですけども未だに繰り返されてるという現実があります、えー、そしてねうん生活態度これについてなんですけども今までお話したのはこういうことなんですよ生活態度がいい加減で金だけ稼ぎたいって言っそうはいかないんですよね もちろんそういう甘い世界があると思いますけどもそれはねとてもじゃないけども自分の人生や家族を支えていけるような収入にはなりませんですのでもう常にですね自分がお金をいただく方の奴隷になるような気持ちが必要だと思いますそしてお金を頂い,いて終わりじゃなくてお金を頂い,いてからが始まりですよ、うん、そこからが付き合いの始まりです逆に言うとですねお金をもらってない人に使える必要は全くないってことなんですよただし何らかのお金に向かってアクションを起こすときにお金は頂けてないんだけども 未来将来的にこの人からお金をいただけそうだからもしくはお金をいただけるように尽くしていこうかな使えていこうかなっていうふうな目論見みはビジネスマンとしては必要でしょうね、はい、そうですねなんかねあの大事なことをここでちょっと挟みたいと思いますけども人はいろんな選択をするじゃないですか選択肢を選んだ瞬間に結果が出るわけじゃないんですよ成功が決まるわけじゃないんですよ失敗が決まるわけじゃないんですよ実はね選択肢はどれでもいいんですよ 選んだ選択肢をどのように生かしていくかってことがそこから始まるんですよね。だから、クズみたいな選択肢を引いても、豚みたいなカードを引いても、勝利に導くことはできます。そのカードをどう使っていくかってこと。その選択肢をどのように自分が調理していくかってことなんですよ。でも、せっかくいい選択肢を引いたのに、それを台無しにする人もいるわけですよね。これは料理に例えられます。食材を買ってきました。まあ、かぼちゃならかぼちゃですよ買ってきました。さあ、美味しいかぼちゃの料理を作るぞと思っても、料理をしなければ、そのかぼちゃは腐りますよね。 要するにどんないいものを持ってきてもそれをどう扱うかその人によって終わってしまうかうまくいくかってことが決まりますじゃあ今度はもうねあと一日で腐っちゃうそのかぼちゃを持ってきましたそのかぼちゃを今日中に調理して今日中に食卓に乗せて今日中にみんなで食べれば美味しいかぼちゃの料理ができるわけですよこのぐらいいつ手をかけるかとかどのように手をかけるかってことは非常に大事になってくるわけですよねでも多くの方はせっかくのチャンスを腐らすわけなんですよ台無しにするんですよももしくはもっと悪い状態 考えてもいないし、感じてもいないからなんですよ。悪影響を受けてるんですよね。悪影響を受けた結果、その思考で行動するから、いいものがダメになるわけですよ。だからね、人のアドバイスを聞いて、うまくいく例っていうのは非常に少ないんです。なぜなら自分よりも賢くない人のアドバイスや、 そこののココミミュュニニテティ、ィ時間の無駄,無駄コミュニティに関わってるからなんですよね。でも賢い人と関わっていると最初は自分には理解できないかもしれないけどもでも賢い答えを導き出すルートっていうのは見えてくるようになるんですよねそれがだから考え続けた先にあるこの人のこのアドバイスは使えると感じることなんですよなんかよく理屈わかんないんだけどもこの人が言ってるなとこの人がやってるなと。 そして自分には使いこなすことができないかもしれないけども少しずつそっちの方に寄っていくことができるんじゃないだろうかと思った時に困難な道ではあるんだけども賢い道への旅が始まるわけなんですよねえそしてマイナス資産の話もしましたマイナス資産ねマイナス資産ってのはどういうことかっていうと全て自分に起きたことを結局は使っていくしかないってことなんですよあのわざわざねマイナスの資産を作れってわけじゃないんですよわざわざ破産しろってわけじゃないんですよでも挑戦してうまくいかなくなることってあるわけですよね 自分の引いた選択肢がカスだったってこともあるわけですよ。でもそのカスという選択肢を使いこなすことによって、なぜかマイナスなのに資産にすることができるんですよ。それはプラスに転じることができるんですよね。でも悪いことが起きても結局いいことになるし、いいことはそのままいいことになるし、使い方によって本当にどうにでもなるってことなんですよ。成功例があるからこそ失敗する、挫折するってこともお話し,しましたけども、間違った成功例とか瞬間的な吹き上がりをね、自分の力だと過信する人はまあ多いわけなんですよ。先ほどの v チューバーの例、 これね、よく出てくるんですけども、VTuber としてうまくいったから、自分の情けなさに気づいて、もう毎日ね、生きていくのが辛くなるみたいな人もいてね、実際にお亡くなりになる方もいるんですよで。お亡くなりになる方っていうのは、本当に人に知られません。そしてすぐ忘れられます。そのぐらいの存在だったってことなんですよね。でも、しっかりと自分を打ち立てている人って、 死後、まますすすその人の人存在価値を高めるわけなんですよね。まあ、アントニオ猪木さんというのが先日お亡くなりになりましたけれどもなんとアントニオ猪木さんというのは亡くなった後の方がアクセスが高いという現実もあるというね、まあ、そういうことなんですよそしてその人のアントニオ猪木さんの歴史っていうのはこれからどん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 掘り起こされて新しく YouTube というものとかその他のインターネットメディアが二重三重にアントニオ猪木さんを神格化すると思うんですよねそういういうにして、 死後を残すものの方が多くなるのが、まあ、賢い生き方なのかなと思いますし、時間のコミュニティ、時間の無駄コミュニティを逃れることができれば、きっとそういうところにたどり着けるんではなかろうかと思います。えー、何をね、無駄とするかってのは、本当に皆さん基準が違うんですけども、その基準が違うよと、一人それぞれで価値観段が違うよってことに誤魔化されないように、きちんと真実をね、真理を見抜いていけると、本当にいいんですけどもね、そのために常に考えて感じることを大切にしようかと思います。いやー、でもね、本当にタカさんね、 うん、YouTuber がね何をもたらしてくれるのか、うん、自分が YouTube で何を売るのかって最初はなかなか分かりにくかったと思うんですよ、うん、であの YouTube での成功例ってのも、の、まあいくつかね目にしたと思いますけども YouTube って成功例ができちゃうともうその成功例1個でいいわけですよねあのヒカキンさんの代わりは別に必要ないんですよね、うん、はじめしゃちょーの代わりも必要ないんですよね だから一人いればいいっていうものがあのジャンルによってあるんですよ。で、何人いてもいいよっていうジャンルっていうのは、やっぱりあまりなくって、うんまあ、カリスマっていうのはね、一人いれば十分ですし、カリスマってたくさん生まれちゃうとカリスマじゃなくなってくるんでね。でそういうふうなせめぎ合いは YouTube の世界にもあるかなと思いますね、うんまあ。というところでね、緩くまとまってきましたね、これで。はい、いくつかのキーワードをお話ししましたけども、今回はちょっとね、あの、 これについてお話し,しますみたいな戦略さ持たなかったんで、どちらかというと、雑談に雑談を重ねた感じになりますけども、きっと考えたり感じたりすることができれば、この中からも次の、うん、新しい、えー、第何ですか、44話ですかあ、構築できると思いますので、ぜひそちらの方でお待ちしております。突然終わりますけども、今日の YouTube 放送は以上でございます。ありがとうございました。